アフガンの子供たちを笑顔にする日本の支援に感動の声が殺到しています。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本とアフガニスタンの子供たちをつなぐ素敵な物語からです。海外、日本は本当に最高だ。6年間を共に過ごし、使わなくなった小学生のランドセル、まだ役に立つのならアフガニスタンの子供に使ってほしい。国際協力 NGO ジョイセフや科学大手クラレは、使われなくなったランドセルを日本全国から募り、アフガン紛争地の子供たちに送る活動を10年以上続けており、これまでに海を越えたランドセルは20万個を優に超えています。ジョイセフによると、ランドセルが送られたことで子供たちだけではなく両親の意識も変わり始め、ランドセルを背負わせて勉強させてあげたいという親が増加したとのこと。ランドセルが就学の象徴になると、隣の子がランドセルで学校に行くのならうちの子も行かせようと就学率が上がっていきました。またランドセルを男女に平等に配ることで、女の子も男の子と同じように学校へ通うのは当然という考えや意識が徐々に根付いているそうです。また教育に人々の関心が及ぶと、村全体で校舎を整備しようという話も出てくるといいます。アフガニスタンの子どもたちに笑顔を届ける日本の取り組みに、外国人から感動と称賛の声が相次いで寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。戦争で傷ついた子どもたちを救おうとする日本の素晴らしい連帯意識に拍手を送りたい。アフガンの人たちにはまだまだサポートが必要なんだ。特に幼い子どもたちには。素敵なバックパックがもらえてよかったね。それとみんなに言っておきたい。もう二度と私が日本を愛してる理由を聞いてこないでね。日本は世界の人々のために本当によくやってくれてる。どうか日本に神のご加護がありますように。ランドセル、私も欲しいけど高すぎる。発展途上国の人間にはとてもじゃないけど手が出ない。子供たちがハッピーなら世の中もハッピーになる。子供たちの笑顔が本当に素敵でいいね。美しい国民、そして美しい国、ラブジャパン。日本のドラマで見たことがある。私も欲しかったんだよね。素晴らしく美しいジェスチャーだと思います。実はランドセルって日本人の感覚でもかなり高いんだよ。小学生が6年間使えるように作られてるから。わお、高価なものなのに大量に寄付されるなんてすごすぎ。日本はいつも私たちに模範を示してくれる。アフガンの子供たちに勉強の機会を与える。本当に素晴らしい方法だと思います。素晴らしい支援ね。子供たちは未来そのものだから。争いばかりしてる政治家たちはこの写真を見てくれ。俺たちも子供たちのことこそ支えていくべきなんだ。子供の笑顔より美しいものなんてないだろ。ランドセルってものすごく丈夫なんだよ。破壊不可能ってレベル。だから中古のランドセルをアフガンの子供たちに送るのは間違いなく良い支援だと思う。アフガニスタンだけじゃなくて他の国や地域にも広がってほしい。国境を接している地域は同じくらい支援が必要だから。知識は成功、そしてテロリズムに抵抗するためのキーだ。こんな取り組みをしてたなんて、日本、あなたは偉大だ。ランドセルがいかに頑丈なのかがわかるね。こういう支援は本当に素晴らしい。日本が大好き。日本が立派なイニシアティブを示してくれた。こういうニュースがもっと増えるといいな。実は前から私もランドセルが欲しいと思ってた。
誰かメキシコ国内で売ってるお店を知らない？アマゾンで探せば手に入るよ。それにしても本当に心温まる写真だね。実は私も来年娘にプレゼントしようと思ってる。ランドセルは実際に見るとはるかに美しい。しかも長く使うことができるからかなりおすすめ。この少女のワクワク顔を見てくれよ。こういう喜びを与えてくれる報道ばかりならいいのに。しかも日本人は物を大事にする人たちだから、中古でもほとんど汚れてないし全然使える。いや、ほんと中古とは思えないね。こっちの大人が使ってるバッグよりもはるかに質の高いものが送られてよかったじゃないか。日本の国際社会との連帯意識は本当に素晴らしい。日本、あなたたちは本当に最高だ。なんて素敵なニュースなの。私の6歳の孫が日本の小学校に入学したばかりで、学校用にあのバックパックを買ったの。6年後、そのバッグがまた別の誰かに役に立つことを願ってます。関係者の皆さんに称賛の言葉を。アイデアが素敵すぎる。考えた人も実行に移してる人たちも本当に立派。日本でしか見られない神レベルの支援だ。日本は本当に称賛を受けるに値する国だよ。日本をモデルにする国がどんどん増えていけばいいのに。安全に道を歩けるし、リサイクル文化が進んでるし、公共の場では静かだし、理想的な国なんだよ。本当の支援ってこういうことだよね。口だけで実際には何もしない国とは違う。昔アニメで見てからずっと欲しかった。それにしても日本人は一つのものをすごく大事に使うんだね。やっぱり子供たちが喜ぶ顔は特別。どうかあの子たちが学校で素敵な時間を送れますように。日本からリュックをプレゼントされたことを、あの小さな子供たちは絶対に忘れないと思う。彼女たちが大きくなった時にはまた違う子に引き継がれていくんだろう。想像すると素晴らしい気分にならないか。時に誰かの小さな善意が他の誰かの人生を変えるんだよ。以上が海外の反応です。子供たちの笑顔は特別なものがありますね。ランドセルを受け取った現地の女の子の中には、日本からのランドセルのおかげで勉強を続けることができた、夢を描く力をもらったという嬉しいメッセージも届けてくれています。戦争で傷ついた子供たちを救おうとする日本の素晴らしい支援に感動しました。これからも素敵な子供たちの笑顔を作る日本の支援に期待したいですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。